親方日の丸とは、親方が日の丸であるの意味で、かつての特殊会社や、それを含む、特殊法人、それらの流れを組む企業、あるいは転じて、国家公務員を指す言葉として用いられる俗語。親方日の丸という言葉が指す対象は、和者によって異なり、かつ現代においては著しく拡散しているため、注意が必要である。国家の保護、または支配のもとに特権を与えられ、 特別法に基づいて設立された半官半民の会社である特殊会社、また現在においてかつて特殊会社であった法人を指す場合。特殊会社のうち1931年に起きた満州事変以後に設立され国家総力戦体制を支えた会社である国策会社を指す場合。特殊会社を含む特殊法人、あるいはかつて特殊法人であった法人を指す場合。 第二次世界大戦後の占領期に期限を持ち、現在は特殊会社もしくは独立行政法人になっている旧参考者後減業を指す場合、かつての特殊会社の流れを組む石炭、石油、ガス、電力のようなエネルギー産業、鉄鋼、セメントのような主源産業、道路、鉄道、航空、自動車のような交通産業、郵便、電話、放送、 通信のような通信産業、銀行、広告、証券のような金融産業を広く指す場合、日本の省庁や国家公務員全体を指す場合、親方日の丸という言葉は、かつて国家総力戦体制と結びついていた時代、あるいは高度成長期までは強力なイメージを伴っていたが、現在はいわゆる、お役所仕事的な業務の境外化、競争力の低さ、 傲慢な姿勢、当事者意識の欠如、責任の不明瞭さなどを揶揄する意図で用いられることが多い。東京新聞2007年9月12日長官、あの日から日本経済の天気連載、1982年7月30日臨長が国鉄分割民営化当新、親方日の丸で、債務傍聴朝日新聞2010年1月20日長官社説。ありがとうございます。